文宗は、李氏朝鮮の第五代国王。聖割、名は、王位継承以前に摂政を務める。父は、第四代国王清宗、母は、昭憲王公、陳氏。弟は清奏、及び網羅王君、公平大君、金城大君などが、子場には、丹州などがいる。1414 14年、清宗の長男として生まれる。1421年、 7歳で、王政子となる。1436年に、清掃が即位した当初、糖尿病により病弱で、健康状態が悪化したこともあり、政子への処無決裁権を上渡し折衝となることを願った。しかし、進化に反対され実現しなかった。一方で、清掃が六層時か、秋田制度での実務を維持できる健康状況でもなかったために、犠牲不所持制に移行する。 それでも清掃には負担であったので1442年に王が厳然と存在するのに清氏が政治を決定させるわけにはいかないという論理を展開する。進化の反対を押しのけて清掃は清氏への諸無決裁権の譲渡を断行し、これ以降より当時清氏の文争は摂政として政務に携わるようになる。生死の摂政にあたり、庶務を管轄し、王の小政院と便殿に相当する。 三事委員が設置され、国家の重大事以外の処務はすべて生死の決裁を受けることになった。清掃の死去により大いにつくが、文曹自身も原因不明の病に倒れ、在位2年38歳で皇居した。幼少より学問を好み、天文、疫学、算術、書道に長けており、従順、判断が慎重であった。王政史時代より、 人法を編纂するなど軍政に関心を持った。ありがとうございます。